どうもこんにちは。どうもムロです。ですね、本日、作っていくものはこちらです。コインケースですね。マネホックで開いて中にコインと、あと裏に、ひっくり返すと反対側にカードが入れられるようになってます。なかなかこうかわいい形で、とてもシンプルな構造なので、初心者さんでも簡単に作りやすくできると思いますので、どうぞ試しに作ってみてください。ではどうぞ。では、コインケース作ってまいります。用意するのはですね、まずは型紙が2枚です。で、あと、ホック、今回バネホック1組です。はい、こちらで作ります。まずは革の裏側をトコノールなどできれいにしていきます。トコノールを塗りましたら、ガラスの板で磨きます。はい、ピカピカに磨きました。ツヤが出てますね。はい、で表面にして、型紙を描いていきます。はい、毛が終わりました。では今度、皮をカットしていきます。裁断が終わりました。カーブなどで形が気に入らないところはヤスリなどを使って形をきれいに整えてから、次に工程に行きます。では次の工程です。次は、こちらの赤く引いたライン2箇所を先に、コバ処理をします。減り落としたら、次はトコノールでコバを磨きます。コバが磨き終わりました。こちらとこちらね、こことここですね。こことここにホックをつけます。まず本体の方なんですけど、本体の方はこちらの金具を、くっつけます。穴の開ける大きさなんですけど、このパーツが入るぐらいの穴なので、ちょうどこれぐらいですね。穴を開けましたら、まずこちらのパーツを革の下から刺します。でこちらのパーツを上に置きます。そして内台のへこんでいない方を使って置いて、はい、内棒はこちらですね。専用のバネホック用のへこんでる方の内棒を使います。加減しながら叩きます。はい、でくっつきました。回らなければ大丈夫です。はい、で次かぶせです。かぶせの方はこちらのパーツをくっつけます。で穴の開ける大きさなんですけれども、こちらのスプリングの、2本のこうバネの入ってる方をひっくり返したこの真ん中の突起の部分が入る大きさの穴を開けてください。はい、穴開けました。こちらのパーツを裏から入れます。こちらでトゥルンとした方のパーツを皮のね上の方から刺します。そしてひっくり返して内台はへこんだ方を上にします。そしてこの丸いパーツをへこんだとこに当てます。内棒はこれですね。専用のジャンパー、バネホック用の今度は突起の出てる方ですね。これを刺して、このパーツ曲がりやすいので、力加減気をつけて少しずつ入れていきます。こんなもんですね。回らなければ大丈夫です。歪んでおかしくなってないかどうか一応くっつけて確認しますね。でちゃんと離れるかどうか。はい、大丈夫です。はい、つきました。左右ピン打ちしたところありますよね。こちらをまず、線描いていきます。で折り曲げ線なのでこういうねつのべら状のやつでこう跡だけつけていきます。ここの際とピンを合わせて、でここはピンとピンを合わせて。反対側もやります。はい、こういう感じで折り線を入れていきます。このままだと、折りづらいので水につけます。で一部だけ水つけると革によってはシミになるので一応全体を濡らすような感じがいいですね。で特にこの折り線ついてるところをちょっと水多めにつけてください。で折れ線のところは少し水を足して、はい、それでは折っていきます。内側の折り線を山、外側の方を谷折り、こっち側が山折り谷折りで折っていきます。で折り癖をつけるために皮が濡れてる間にハンマーなどで叩きます。こういう感じで折り癖をつけます。で、あと皮が乾けば、形が保持されますので、このままあと乾くまで放っておきましょう。ました。先ほどつけたこのピンを打ってるところからこのカーブのここまで荒らしていきます。こちらとこちらピンのところからカーブのところまで荒らしました。で、これを貼り合わせていきますので、今度はこちらの本体のこちら町のところを荒らしていきます。はい、荒らしました。で、荒らしましたら次はこのね床面のここと本体のこちらを糊をつけます。コツは薄くつけてください。乾きました。乾いたら、パーツ同士を貼り合わせます。この丸いカーブ、ここですね。ここの丸いカーブから先にくっつけていきます。はい、でここも圧着します。はい、で次こちらとこちらをくっつけますので、今度ここも荒らしていきます。荒らしました。では、こことここに糊付けをしていきます。乾いたら貼り付けします。これも同じで、こちらの丸いカーブの方を基準に先につけていきます。はい、ここも圧着していきます。パーツ同士がくっつきました。はい、では次はですね、コバを、少し整えていきます。段差などの塵を落とす程度でいいです。はい、では次ですね。次は、こことここを、塗っていきます。ディバイダーなどを使って3ミリで線を描きます。はい、では3ミリの線を描いたので、この上を目打ちで穴を開けていきます。注意点はですね、ここポケットとあとここの本体の段差のところの、皮の際をひしめで切らないようにだけ気をつけて、ね、うまく飛び越えるように穴を開けてください。段差のところを際を切らないようにだけ気をつけてください。穴開け終わりましたと、ここステッチしていきます。平縫いしていきます。段差のところは20に塗ります。ここも段差なので20縫いにします。で、縫い終わりは2目戻します。今回紅芋なので焼いて留めます。はい、こちらも縫っていきます。ステッチ終わりました。こんな感じですね。で、あとはコバを整えていきます。今回はコバ着色していきます。これはやりたい人だけやってください。襟を落としてからコバ塗ります。はい、着色終わりました。では、トコノールでコバを磨きます。コバ磨き、はい、終わりました。ピカピカです、こんな感じかな。では完成しました。コインケースです。裏はカード入れもついてます。いい感じですね。開くとこういう感じですね。コイン入れます。どうも。はい、どうだったでしょうか。パーツもたった2枚だけで、とても作りやすいと思います。縫うところも端っこだけですので、距離も短いので、多分12時間くらいとかで初めての人でも、出来上がるんじゃないかなと思います。ではどうもご視聴ありがとうございました。